甲府の方もねしっかりこうプレッシャー上げてるので、はい、まあ、容易にはできないですよね、はい、堀米浮かせたシュート、ゴールに吸い込まれました。抜群にうまかったですね。テクニックを見せました堀米勇樹。甲府2点目。いや、うまさが出ましたね。そうですね、まあ、フリーランニングで相手のディフェンスの背後を取りながらですね、はい、長いボールで、まあ、少しここでボールの処理を誤った時にもうこの状態でキーパーの位置確認してましたよね、しっかりとコースを狙ったコントロールシュートで2点目を奪いました。テクニカルなシュートでしたけど、